皆さんこんにちは、ルイです。袴兎とメイドバローはスペシャルレクチャージボーナスが 120% の初キャラとカードで、もちろん練習カードや特殊能力も強く、ぶっ壊れなんですけど、メイドバローはサポートカードなんでフレンド枠で借りることができないですよね。けど袴兎はフレンド枠で借りることができるんで、誰でも戦力を爆上げできます。実際袴兎登場前の戦力は約3500万だったんですけど、袴兎登場後戦力が5600万まで伸びました。袴兎は母体すら持っていないし、ガチャも無料分以外引いていないんですけど、それでもこれだけ戦力伸びていきますね。アオレオは限定キャラなんで一旦置いておいて、周年リン、ニコ、覚醒ガガマル、ルナなど賢さの成長率が高いキャラをフレンド枠袴兎で育成すれば、めちゃくちゃ戦力伸ばしやすくなっているんで、戦力を伸ばしたい人は賢さキャラの育成していきましょう。リーグマッチや大会で格上と勝負するときに賢さのステータスが高く、金スキルもしっかり厳選したキャラを育成してマッチスキルなどを組み合わせていけば、ワンチャン引き分けに持っていくことができるんで、賢さキャラも結構重要ですね。特に周年リンは袴兎がサポート枠にいると二次スキル獲得時に桜の C ゾーンに突入するんで、さらに戦力伸ばしやすくなっていますね。もちろん袴兎がレベル100の人が一番戦力伸ばしやすいと思います。今回周年リンを育成キャラ、そしてフレンド枠袴兎でトレーニングしてみて戦力更新できた動画が撮れました。オート4段階が実装されて育成スピードが上がったんですけど、インスピ確認するの結構難しいですよね。なので最初の桜の C ゾーンではインスピがとんでもなく取れるんで、オート3段階にしてだいたいどのカードに何がついたか確認できるようにしています。その後は基本4倍速でプレイしています。たくさんインスピが取れる時や強いインスピがつきやすい金の C ゾーンや桜の C ゾーンに入った時はオートの3段階に戻すとインスピの見落としがなくなると思うんで、慣れるまではこのやり方がおすすめです。今回の育成では何回か粘れば運次第で一撃がでかくなりそうなカードがあったんですけど、とりあえず更新できればいいなと思ったんで、ワンチャンにかけずに堅実にカードを踏んでいく立ち回りをしてみました。1回だけ一撃約100万を取れたんで、結構それがでかかったですね。ちなみにサポートキャラはアオレオ、ニコ、執念なぎ、覚醒ライチです。覚醒ライチはレベル90ですね。そしてサポートカードはイサギ&バチラ、国神&ちぎり、クエルの3枚です。サポート器具はほとんどイメトレのレクチャー率アップを装着しています。今ってアウェイクニングと桜のシーズンスタート確定なんで、ドリンクが余っている人は最初の2ターンでいいインスピレーションが収束したカードができるまでリタマラするのも面白いと思います。初手からロケットスタートできるに越したことはないですからね。自分も今回黒赤カードスタートでいきなりアウェイクニングから落ちてしまったんで、一瞬やめようかなと思っていたんですけど、アウェイクニングのインスピがついたのが見えたんで、とりあえず続行してみました。賢さキャラのトレーニングの編成や立ち回りの参考にぜひしてみてください。これくらいできないとな、これくらいできないとな。これくらいできないとな、これくらいできないとな。これくらいできないと。今日はどうする？これくらいできないと。
できねえとな。これくらい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 できねえとな。今日はどうする？これくらいできねえとな。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 今日はどうする？これくらいできねえとな。
できねえだろ。これくらい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 できねえだろ。今日はどうする？これくらいできねえだろ。これくらいできねえだろ。これくらいできねえだろ。今日はどうする？
くらいできないかな。